仕事の時間だぜ。みんな、分担は覚えてるな。私とリュウジとモルガナがサーチライトの破壊だね。任せろよ、速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺と誠、ハルが護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー、こんだけいりゃ100人力だ。必ず隔壁を開けてみせる。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる、無理はしない。そして作戦の鍵を握るのがお前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜリーダー。行くぜお前ら、アリスの城への道を切り開くぞ。
ンドロス奪え。もらった。はっ、終わりだ。ペルソナみんな、状況は？サーチライトの真下に到着。いつでも行けるぜ。これだ。こっちも敵がほとんどいない。シルキー、オコイ、シルキー、アンドロス、アルセール、バイコーン、ピクシー、この力で陽動がうまくいってるみたい。バイコーン、アルセール、ジョーカーのおかげね。アンドロス、ルビー、ハッキングするなら今よ。お、了解。じゃあモナ、ルビー交代だ。こっちには任せろ。いるなよ。完璧だったぜ、ジョーカー。陽
道から戻ったぞ。作戦うまくいったみたいだな。おソフィーもお疲れ。あとはここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。ジョーカー気力少なくなってる。気をつけて。もう一人の私ケツラビーナイスヒット。かっこいい、かっこいい。これで終わり。やっぱ持ってる敵もいるな。白熱なら大ダメージ狙えるぞ。ヨハンナ、やっ当たれ。一掃しましょう。うん、いける。サーチライト、まだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。あー、こりゃ警戒されたな。やっ、もうちょっと慎重に動かないと。シャドウがいるぜ、気をつけろよ。よし、もらった。余裕の相手だ。パパッと片付けろ。やっ、敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。いつもこうならいいんだけど。しゃあ、この調子で行こうぜ。平穏のためこれ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ。みんな気をつけて。体力が残り少ない。回復急いで。決断、よろしくね。任せろ。エルストだ。アルセーヌ、バイコン、フィクシー、バイコン。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。
したら一気に上まで駆け上がる準備はできてるか。よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。警戒度高し。迂闊な行動はダメだからな。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探す。ロック解除。何者かの侵入を感知。止めろ。しまった、敵だ。シャラーザラー。あいつら
何者かの侵入を感知、捕らえろ。しまった、敵が。ほら、暗いな。スイッチに仕掛けがあるの。何かの安全確認。シャドウはいないわ。ロックが解除す。
丈夫、そこなら気を抜けるかも。侵入者だ、捕らえろ。アリス様に逆らう不届き。シャドウ出現、囲まれてる。これが なんだよ、そういうトラップか。もうしつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。よっしゃー、ぶちかな。ユルソナが新技を覚えてもらえ、もっと力になるね。新スキルゲット。今だ、エレベーターに乗り込め。シャドウの反応、まだ来る。ジャーリア、どけよ。皆さんどれ、うわー、終わる対決、手当てを頼む。悪いな、邪魔だ。侵入者はここだ。問題なし、やっちゃえ。ペルソナ、
る。なかなかやるな。次。やさず。なかなかハードな道のりだな。みんな大丈夫か？いよいよ敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはずなんだけど。侵入者め、王の間には行かせんぞ。アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。シャドウだ。探索は後回し。敵の数が多いな。わかりました。あのクラッカー使えないか。アルセーヌ、アンド、シルキー、モコイ、ジャッキクシー、マイコ、アルセーヌ、アンドロス。侵入者め、アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。シャドウだ。探索は後回し。敵の数が多いな。あのクラッカー使えないか。ピクシー、バイコーン、ピクシー、バイコーン、アルセーヌ、バイコーン、アルセール。そうだな。クライダ
強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。お宝らしき匂いはこの上だ。はっはっよっ。お宝らしき匂いがするのはここだ。気を引き締めろよお前ら。しかしこれは鳥籠か。どうしてこんなものが？アリスはどこだよ。いないみたいだけど。ちょっとあれ見て。あれはお宝か？いや、我が輩の知ってるお宝とは全然違う気も。みんな隠れろ、シャドウだ。あいつらあそこで何を。願いは運び終えたか。はい、ひとまずこれで全部です。願い、まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに集めるんだ。承知しました。おい、あれって、あれは願いか。あの時見たのとそっくりだぜ。消えた。今のって願いを運んでるって言ってたよね。
それにあの宝石みたいなのが願い？間違いねえ。あそこに見えてるお宝らしきもや、あれが願いだ。あれが。確かにアリスが集めてるとは聞いてたけど。スカ、さっきまで宝石だったろ。なんであんなもやみたいになっちまったんだ。これはあくまでも我が輩の推測だが、あれが本来の願いの姿なんじゃないか。人間の願いにはもともと形なんてないからな。それを大事なものだと意識するから宝石みたいに形をなす。願いを奪われた奴らが奪われると意識したから願いが宝石になってたんだ。じゃあなんであれはまたモヤに戻ってんだ。願いは奪われたままだぞ。この鳥かごに収められてアリスに所有権が移ったんじゃないか。だがアリスはあれを奪われるとは思ってない。だからモヤ城にも。そういうことになるのかしら。とにかくあれを奪って解放すれば人々は元に戻るかもしれない。ああ、やってみる価値はあるな。待て、あんなモヤモヤどうやって盗む。予告状ってなんだ。あのモヤモヤを実体化させるための手だ。持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そのために予告してやるのさ。お前の大事なものを取っちまうってな。なんとなく把握した。でも前みたいにうまくいくのかな。ここはパレスじゃないんだし。打たぬ金はならぬだ。まずは実行あるのみ。とりあえず今は潜入ルートだけでも確保しておきましょう。よし、一番乗り。バリアみたいなの出てた。また通せんぼか。今何かが聞こえた。ソフィー、キモ、話しかけないでくれる。何男子に色目使ってんの。あいつってさ、ほんとネクラって感じだよね。ジミジミしすぎみたいな。違う、私はなんだよ今の。みんな聞こえたよね。キングが隠してる記憶。ソフィー大丈夫なのか。問題ない。それより分かったことがある。今の記憶がこの扉を開く鍵だ。鍵？この鳥かごには鍵がかかってる。本当だ、どうしてあんなものが。開けるには鍵がいる。今の声がした場所、秘密でもここからは入れない。一度現実に戻らないと。現実に？なんでだよ。部屋は隔離されてる。入り口は現実にしかない。なことまでわかんのかよ。それお前の能力かなんかか。わからない、ただ感じた。もしかしたらこの鳥かごの扉はキングの心の鍵で守られてる。モナちゃん？
ソフィーの言う通りなら、さっき聞こえたのはキングの記憶、重要な記憶の断片ってことだ。その記憶がキングの心の鍵となって、この扉を塞いでるんじゃん。重要な記憶、鍵なら見つからないように隠すのも当然だろ。理屈としてわからなくもないが、そんなことがあるものなのか。いや、今のは我が輩の予想だ。こんなの初めてだからな。もしかしたらそれもパレスとジェールの違いなのかもしれないわね。その秘密の部屋、ここからじゃ行けないんだよな。そうだ、現実でその場所を探さないと。それってどこなんだよ。そこまでは分からなかった。さっきの声と関係のある場所なんだよね。うん、なんかいじめっぽい感じしなかったか。男子に色目、学校かな。そうかも。冴えてるな、パンサー。私も学校で似たようなこと言われてたから。ハンサー。そうするとアリスが通っていた学校に鍵があるということかしら。その可能性が高い。よし、一度現実に戻って調べようぜ。予告もしなきゃならないしな。忙しくなりそうだぜ。おかしいな、何もわからん。え、芸能人の通ってた学校なんてネットですぐに出ない？そう思ったんだけど全滅した。裏情報も該当なし。あるのはファンが妄想で書いたフェイクばかりだな。いくら解明してたって痕跡ぐらいありそうなもんなのに。双葉でも調べられないとかあんのかよ。不自然に情報が消されてるんだ。こりゃ誰かが意図的に隠してるな。意外なところでつまずいたな。アリスの学校がわからなければ隠された部屋とやらも見つけようがない。でもネットの情報を全部消すとか普通できなくない？他に調べる方法は。まこちゃんのお姉さんに調べてもらうのとかどうかな。元検事の弁護士さんならあまり表に出ない情報も手に入るかなって。おう、いけるかもな。頼めないか、まこと。それはいいけど、なんて説明したものかしら。個人情報は保護されるべきものだし、そう簡単に許してくれるとは思えないけど。まあ意味わかんねえよな。アリスの通ってた学校調べてくれとか。下手したらこっちが尋問されるぞ。答えなさいって。なるほど、ヒイラギアリスの学校ね。はっ、お前はこの前の。うさんくさい刑事。刑事っつうか公安な。つうか別にうさんくさかねえだろう。いや、臭いのか。はい、とっても。えらい言われようだな。つうか笑顔で言うなっての。なんか用かよ。そう、邪険にするなって。お前らを助けに来てやったんだぜ。助けにって。ヒイラギアリスの母校が知りたいんだろう。
こんなところで話してると筒抜けだぜ。ヒーラニアリスについてはどういうわけか情報が少なくてな。特にデビューする前のことは綺麗に消えちまってる。で、困ってるであろうお前らをこの俺が助けに来てやったってわけだ。公安の俺ならアリスのことを調べられる。どうだ、協力してほしいだろう。あ、いいっす。自分らで何とかするんで。うん、もう少し時間くれれば必ず見つけてみせる。でな、俺の力が。ってちょっと待て、せっかく協力しようってんだぜ。ありがたく受けとけって。ごめんなさい、警察は信用できないんです。だから笑顔で言うな、笑顔で。なあ、分かったよ。まずは信用を得るところからだな。ヒイラギアリスはお前らの先輩だ。厚生高校か。ん？ああ、いや、お前以外の先輩だ。囚人学園？こいつは貸しにしとく。ちゃんと返せよ。行っちまった。敵か味方か読めない男だな。つか、なんでアリスの通ってた学校知ってんだよ。警察もアリスをマークしてるってこと？ありえるな。だとすれば一応信頼には値する情報ということね。まあ試してみるしかねえか。学校か。そのはずだ。グニャって中に入れるはず。了解、グニャっとな。とにかく現地へ向かいましょう。話は。ああ、行ってみるぞ、囚人学園に。
するか。お買い上げだな。これでいいか。迷ってるのか。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。これでいい。装備するか。役に立ててくれ。これで装備するか。ご利用サンクス。これでいいか。これでいいか。装備するか。お買い上げだな。いいけどよ、本当にここでいいのか。間違いない。鳥かごに触れた時と同じ感覚がする。まさかこんな形で母校に戻ってくるなんてね。本当だね。まだ半年くらいしか経ってないのに。でもアリスが囚人の出身だなんて全然知らなかった。私もよ。生徒会長として囚人出身の有名人は把握していたつもりだけど。消したい過去だったのだろう。どういうこと。鳥かごで聞いた声。悪意いじめをする側だったのか、される側だったのか、それはわからないが、ここでの体験は奴の心に深く大きな傷を残した。囚人がその舞台だった。だから秘密の部屋か。とにかく鍵ってやつを探そうぜ。こっからどうすりゃいいんだ。隔離されててもここは渋谷ジェイルだ。エマにキーワードを入れれば同じように入れるはずだ。よし、行ってみるか。お前ら、準備はいいか。うん、行こう。キーワードは、ワンダーランド。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。教室か。これが学校というやつか。ネットで見たのと随分違う。かなり認知の歪みが強い。一体どうなって。ちょっとあれ、
いつまで泣いてるわけ？また同情買おうとして彼のこともそうやって騙したんでしょう。違う、私はそんなこと。な、何これ。うざ、ほんとキモい。なんであんたみたいなのがのうのうと生きてんの。気をつけろ、来るぞ。あんたがいると空気悪くなるんだけど。みんなの迷惑なの分かんない？くさい、どうなってんだよこいつ。いきなり姿が変わりやがった。場所も変化している。ここは牢の中か。話は後、来るわよ。みんな気合い入れてけ。力押しは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。よし。敵の攻撃が来る。みんな止まって。炎上してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。よっよっ、行くぞ。アルセール奪え。あんた陰険のくせに男に色目使ってたっしょ。超絶キモい。こいつ一体何なの。わかんない。でもすごい嫌な感じの敵だ。つか何なんだよこの部屋は。鳥かごの鍵があるんじゃねえのか。鍵は絶対ある。ここのどこかに隠されてるはずだ。このままだと探すこともできないわ。まずは目の前の敵を倒しましょう。しらえ、ナイスジョーカー。弱点にヒット。うわー、かっこいい。あんた見てるとイライラするんだよね。みんなのために死んでくんない。大振りを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。終わりだ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。ジョーカー気力少なくなってる。気をつけて。ああ、ホイッツマン。去年我が半身。うわ、すげえ。見事だぞモナ。ここでペルソナだ。モナの追い打ちが決まった。出せておけ。ほら、ヘイ、初星の男、我が決意の証しを見ろ。よっ、最適化。まだまだ敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。ほら、敵の反応消失。どこ行った。よし、パワーアップだ。こいつワープで移動できるのか。身内に警戒しろ。ハネ任せて。我が半身。見舞い状態の敵がいるぞ。チャンスだ、ぶったたけ。ジャンセンのヒット。私も頑張る。ジエンドだ。ドラッキー。強敵だな。気合い入れていけ。人狼を渡す。していたのやはりこれも理由か。よし、しない。
弱点。あー、これはご褒美変えた弱点。強いけど頑張れ。アンサーの体力に注意だ。アンサーが戦線離脱。手当てを頼む。交代だ。オーケー、こんな感じか。ぶっ飛ばせ。いいぞ、スキルヒット。決まってしまった。あいつは任せな。危ないぞ。ワープで不意打ち狙いかよ。マネージャーてめえ。ヘイこうだ。追撃するぞ。こいつとも愛。気をつけろ。ヤッ、そら、うわぁ、めちゃくちゃ暴れてんぞこいつ。近づくのは危険よ。一度距離を取りましょう。サポート届け。変身てんだよこいつ。場所も変化している。話は後、みんな力押しは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。
シルキアンドロスアルセールバイコーンピクシーバイコーンいただいていく。ナイスジョーダン弱点ヒット。その調子いやっヒルハッテイハッ。あんた陰険なくせに男に色目つかけたっしょ。超絶キモーイ。あいつ一体何なの。わかんない。でもすごい嫌な感じの敵だ。何なんだよこの部屋は。鳥かごの鍵があるんじゃねえのか。鍵は絶対ある。ここのどこかに隠されてるはずだ。このままだと探すこともできないわ。任せろ。まずは目の前の敵を倒しましょう。せっかく奪え。ナイスジョーダン弱点ヒット。かっこいいじゃん。大振りを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。ダメ。めまい状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶったたけ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。くらえ。モナの体力がやばい。ここだ。はっはっ。終わりだ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらやばいぞ。敵の反応消失。どこ行った。危ない。ワープで不意打ち狙いかよ。いただいていく。だねえぞてめえ。まだまだ。強敵だな。気合い入れていけ。グッジョブだジョーカー。やっ。ここか。はっ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 。めちゃくちゃ暴れてんぞこいつ。まだ近づくのは危険よ。一度距離を取りましょう。うわぁ。容赦しない。へい。やるな。うまいな今の。追撃するぞ。これはサービス頼んだよ。任せろ。よっよっ頼んだ。任せろ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ジョーカー体力大丈夫か。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。ナイスジョーカー弱点にヒット。さすがは怪盗団のリーダー。見てろ。やっマジ受ける。あんたのこと好きになる人とか誰もいないって。最適か。炎上してる敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。レッツショータイム。ジョーカーやっちゃえ。こいつ手強い。気をつけろ。ヘルソナ食らえ。ジョーカーのスキルがヒット。運動見事だ。あれまだここ来てたんだ。人生で気づかなかった。アリスの記憶なのかな。過去にこうやってアリスは教室でもひどいことを言われてたよ。出身校でネットから抹消していたの。任せて。やはりこれが理由か。いただいていく。今だ。よしパワーアップだ。ジョブだナビ。オーケー。やっはっやっうぐ召喚役に立つぞ。余裕の相手だ。パワッと片付けろ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。やっよっ。こいつ任せて。はっやっ。敵の攻撃
さんね。お黙れ。敵の防御力も下がった。攻めるチャンスだぞ。あいた、すごい。ボイちゃんとあとお手様、楽勝だって。使うよ。待て、何か様子が。んだよこれ。何？よし、ジョーカーの新技か。よし、めでたい。やっと、ほら、新技だよ。何だったの今の。今ので鳥かごの施錠が解けた。これで中に入れるぞ。マジかよ。さっきのやつが鍵を持ってたみたいだ。さしずめ、あれは鍵を守る番人だったということか。番人、アリスの記憶。鳥かごを開ける鍵、アリス自身じゃなく番人。なにブツブツ言ってんだよ。いや、パレスとはいろいろ違うと思ってな。確かにパレスにはこんな部屋も鍵を守る番人もいなかったよね。先に進むほど謎が増えてる感じね。ソフィーがいなかったらここにもたどり着けなかったよね。私は役に立ってるか。うん、バッチリ。褒められた。ま、あれこれ考えのは後にしようぜ。これであの中にも入れるようになったんだ。そうだな。我が輩たちがやるべきことは一つ、予告状を出して願いを取り返すぜ。さてと、あとは予告状を出すだけだな。内容どうするよ。狙うのはアリスに改心された人たちの願いだよな。じゃあお前が奪った願いを頂戴するとでも書けばいいんじゃね。ああ、お宝と同じ理屈が通じるならそれで実体化するはずだ。実体化すれば盗み出せる。盗み、みんな元に戻るんだよね。ねえ、そしたらアリスはどうなるのかな。
そりゃ当然改心して罪を告白すんだろ。いや、そうとも限らない。今回盗むのはキングが人から奪った願いだ。パレスでやったように本人の欲望、お宝を盗むわけじゃない。アリスが改心するかは正直わからん。被害者を助けてもアリス本人が改心しなければ堂々巡りね。だが予告が成功すれば願いが現れるのはあの鳥かごの中だ。そこでアリスのシャドウと出くわす確率は高い。派手に鍵を壊したしな。説得するなり拳で語るなり、シャドウを通じて改心させる機会はあるんじゃないか。なら行こう、正面から。あ、ごめん、みんなを危ない目に遭わせちゃうかもだね。だからもしよかったらなんだけど、私被害者の人たちと一緒にアリスの心も救いたい。アリス言ってたんだ、苦しんでる誰かの光になりたいって。それテレビで言ってたやつだろ、本心かどうか。ううん、今ならわかる。いじめられてた過去があるから出た言葉だってね。あの部屋で見た光景ってアリスのトラウマなんじゃないかな。トラウマ？過去の辛い経験や出来事で生まれた心の傷かな。心の傷？もしかしたらあのトラウマがジェールができた理由なのかも。トラウマが原因で心が歪み、ジェールを生んだか。パレスと似てるな。ありえない話じゃないぜ。だが、それが今のアリスの行動とどう結びつく。多分だけど、自分を蔑んでたタイプの女の人に復讐してるつもりなんだと思う。目の前で男奪ってみせるのが復讐かよ。それだけにしちゃ規模でかくないか。被害者の数半端なかったぞ。誰にも邪魔されないからどんどんエスカレートしちゃったんじゃないかな。キングになって歪みが増したのかもしれないし。もしそうなら私アリスを何とかしたい。心が歪んだのなら思い出させてあげたいの。結果がどうなるか分かんない、分かんないけど、誰かがアリスの目を覚まさせなきゃ。このまま放っておくなんてできない。何だの。そうかもね。あの言葉が嘘だったとは思いたくないから。分かったわ、やりましょう。もちろん異論はない。だがもし戦いになったとしても命を奪うことだけは避けなくては。うん、それだけは絶対にダメ。説得できりゃ一番なんだけどな。ねえ、今回は私に予告状を書かせてくれない？あいつにバシッと言ってやりたいの。大丈夫、バッチリなやつ作るから。予告状か。私に手伝えることはあるか。じゃあ決め台詞はソフィアにお願いするね。よし、じゃああとはどう渡すかだな。そこは私に考えがある。せっかくの怪盗団復活祭りだ、ド派手に行かなきゃな。いいか、